皆様、本日は国際画像機器展2024にご来場いただきまして誠にありがとうございます。これより国際画像セミナー日本映像処理研究会特別招待講演 3D データ処理技術の進展と社会実装と題しまして、 BSTAT 株式会社代表取締役松田直子様にご講演を賜ります。松田様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、皆様こんにちは。BSTAT株式会社代表の松田と申します。本日はよろしくお願いいたします。これから45分間ということでお時間をいただいておりまして、私の方で 3D データ の、まあ、技術的な現在の状況と、それから社会実装をどんなふうに今進んでいっているかで、まあ、その先があると思うので、その先について皆様とこう未来を共有できるっていうのが今日の私のお話をさせていただくゴールだと思っております。よろしくお願いいたします。まずですね、ちょっとこの中でですね、3D データ CAD でもいいですし、あるいは CG でもいいんですけれども、ソフトウェアで自分で見たことがあるよっていう方、ちょっと手を挙げていただいても大丈夫でしょうか。あ、皆さん使ってらっしゃるんですね。だとすると、はい、今日、おそらく皆様 3D データも使っていらっしゃるっていうことですと、3D データがもっともっとポピュラーになってくるっていうことを皆さんも願ってくださっていると思いますので、そうなった時に、まあ、どんな未来が来るかっていうのをぜひ、ちょっとここで Q&A はできないんですけれども、ぜひご想像をいただいて、この後名刺交換の時とか機会があれば、もっとこういう使い方があるんじゃないかとか、はい、コメントいただけるともっと嬉しいかなと思いました。ありがとうございます。ではよろしくお願いいたします。はい、まずですね、私ども最初に 3D データの自動生成が、まあ、当たり前になってくる世界というのを描いていこうとしています。で、ちょっとここでまた2つ目のクエスチョン、皆様にお聞きしたいんですけど、今年の冬休み何をされようと思ってますでしょうか。はい、今こうパッと何か想像されたと思うんですけど、私はちなみにですね、家の本棚の整理がしたくて、こんな綺麗じゃなくて、すごいぐちゃぐちゃになってるんですけども、整理がしたいなと、今年割とカレンダーがいいので、山積みになってるものをなんとかできるんじゃないかと思っております。で、その時にですね、まあ、スキー行きたいなと思ってスキー場を想像された方もいらっしゃると思いますし、ご実家に帰られたいなと思った方もいらっしゃると思うんですけども、平面で想像された方っていらっしゃらないと思うんですね。なんか必ず想像している時って立体感があるはずなんです。人間の脳って必ず立体で 3D で想像してます。こうなるといいな、ああなるといいなって想像してます。で、本棚のせいに話に戻るんですけど、本棚をですね、こうしたい、例えば古いものは捨てたいとか、まあ、ついでに横にある机も整理したいってなった時に、ちょっとこういうふうにしたいんだよねっていうのをこう家族に伝えられたりすると、きっと手伝ってくれるだろうなと思うんですけど、今のところ、この本棚こういうふうにしたいんだよねっていうのを、説明する方法って文章で説明するか、あるいはまあちょっと手書きでスケッチできるかもしれないですけど、ぐらいしか方法がない。で、これをですね、皆さん周りの人たちにこういうお片付けしたいんだよねっていうことが伝わったら、これすごく私としては嬉しいなと思います。なので 3D データを早く大量に思い通りに生成できるっていう状態はですね、人が何かの理想に近づいていくことができる、そのスピードを圧倒的に早められるんだというふうに思っています。で、私たちも 3D データを扱わせていただく、まあ、うちはもう CAD も CG も両方あるんですけれども、それに関して、まあ、非常にありがたいなと思っているのは、 3D データですね、必ず誰かの思いが入っていて、誰かの理想であって誰かのゴールなんですよね。こういうふうにしたいって
って思って、それを作る構造物であったとしても設計だったとしても、何でもあるいは、もっとファンタジーの世界だったとしてもいいんですけど、何かこうこれを作りたい、こういうふうにしたいって思ってるから 3D データを書かれるんですよね。なのでそれが人に伝わるっていうことで、それを、私たちはそれを扱わせていただいていて、非常にこう、いつも温かい気持ちになりますし、それを人に伝えられる世界っていうのが今よりちょっと良くなるんじゃないかなというふうに思っております。でちょっとすいません、自己紹介と会社紹介させて簡単にさせていただければと思うんですけれども、私もともと経済産業省というところにおりまして、ご縁があって、AI を勉強することができまして、それで東京大学の松尾研究室で博士号を取得しております。なので弊社は、AI の会社でございます。で 3D データをなので AI で処理をするというところが私どものやっていることです。はい、で AI の会社いっぱいあるんですけれども、3D データを扱うことができるっていうのは結構、データ的には大変なデータで、XY だけじゃなくて XYZ のデータを持っていて、でさらに値を持っていて、さらに表面のテクスチャーの色だったりマテリアルのデータっていうのも持っていたりするので、計算が非常に大変というところで、私どもとしては、会社として の, 技術的に特化をそこに特化をしているという会社でございます。はい、でちょっと、ソリューションも続きでご紹介できればと思うんですけど、これ動きましたね。はい、こんな感じで撮影していただいて、クラウドで 3D データができて、で、はい、こんな風に CAD に起こしてあげたりとか、共有できるような、はい、これインターネット上で共有できるので、ソフトウェアがなくても使っていただけるような 3D データで、ここにこんなものがあるよとか、そういったものを情報を共有できるような仕組みになっております。はい、で、ごめんなさい、はい、これ図にしたものがこんな感じで、さっき、スマホで見ていた、スマホでデータを作っているところを見ていただきましたけれども、スマホだけじゃなくて360度カメラでしたりドローンのデータでも受け付けております。でとにかく 3D データってこうデータが重すぎたりとか処理が大変だったりとか、そういうお悩みあると思いますので、アップロードだけしていただければ解決できますよというソフトウェアです。で、AI の会社ですので、アルゴリズムのところを一番頑張ってまして、きれいなデータを生成するというところを目指しております。はい、で、はい、繰り返しになりますけれども、3D データを早く大量に思い通りに誰もが使えるという状態、その 3D データの民主化ということをやっていきたいと思っております。はい、で自己紹介はこれぐらいにさせていただいて、今日はですね、3D データの、まず、画像処理のところですね、技術のご紹介をさせていただきたいと思います。でその後、どんなふうに使われるかというところで、非常にいろいろな産業で多岐にわたってデータが使われていて、かつ新しいビジネスもどんどん出てきていますので、そのあたり共有させていただければと思います。 3D データについてはもう皆さんご存知だと思いますので、ちょっとこのあたり省きますね。こういった立体で、CAD のデータと CG のデータを私たちはあえてあまり区別せずに作らせていただいております。はい、で、ちょっとこのあたりは飛ばしまして、よいしょ。はい、で、そうですね、このあたり、飛ばします。ちょっと皆さんご存知だと思いますので。はい、で 3D データの自動生成が求められる背景、このあたり もう皆様プロの方でいらっしゃるので、大変だなというのは皆様、大変認識をされているところだろうと思います。手書きで一から作られていて、いろいろなその自動のソフトって出てきて、自動というか、ソフトウェアの機能って充実してきてはいますけれども、なかなかその、いろいろな今AI がこう出てきて、いろいろなものが自動で生成されている中でも、まだ 3D データを自動で生成するっていうのはなかなか分野的には難しいので、手で書いていらっしゃるという状態かなと思います。
で、これもちょっともうご存知ですね。はい、でソフトウェアとしてもいろいろ出ておりますが、ご存知のように本当に時間もかかりますし、例えば CAD オペレーターさんでもですね、労働人口の約 0.4% しか使えないということ で、はい、で CG に関しても、非常に専門家は少ないというふうに認識をしております。なのでもちろん PC も高スペックじゃないといけないということなので、はい、私たち今 3D データ使わせていただいていて、皆様も 3D データを扱ってくださってるんですけれども、今の時代ってですね、これ左側の写真は明治時代の写真館の写真なんですね。つまり明治時代って、写真って一生に一回撮るとか、1年に1回も撮れない、本当にもう先祖代々子孫にこう残していくぞみたいな、そういう写真を撮っていたような時代だったんですね。で身近にっていうことは全然できなかったんですけれども、今だから 3D データってこういう時代だと思います。なんですけど、今写真ってもう本当にスマホでパシャパシャ皆さん日常にメモ代わりに撮っていらっしゃると思ってまして、こっちの時代に、右側の写真の時代に早くなっていくといいなと思ってます。そうするとさっき最初に申し上げたように、こう理想が人に伝わるということになるんだと思うんですね。はい、で、こういった課題がある中で、私たちが、まず私たちがというか、学術界で、自動生成と呼ばれているものって2段階あります。で真ん中のですね、近い将来来るのは本当に画像とか動画とか、そういうこうもともともう存在しているものを画像や動画から 3D データを作ってあげるという流れです。はい、でこれは人力制作よりは早いんですけど、自動生成できるものとできないものとかいろいろあって、クオリティも綺麗にできる時もありますけど、そうでもないよねっていうものによって結構こうばらつきがあるかなということかなと思います。でこの先のですね、さらに先、画像とか動画ではなくて、テキストとか、あとは図面とか、そういうところからもできてくるというのがまたその先にあります。でこれは2番目をお話しした後、ちょっとまた続けてお話をできればと思ってますけれども、現段階ではですね、クオリティそんなに高くはできないです。ただ、学術的に非常にこの辺りホットな分野ですので、今後もっと伸びてくるだろうなという期待はしております。まず2番目のお話をさせていただければと思います。2番目のですね、 3D データの自動生成、画像から、画像や動画から、作っていくっていうのはですね、2020年ぐらいが学術的には非常にこう、飛躍的な進化を遂げる、発端となった研究が出てきました。で皆様ご存知だと思いますけれども、NAMF と呼ばれる論文がですね、2020年に出まして、それから同時にですね、その物理ベース のまた別のロジックを持った自動生成の仕組みが出てきたり、同じようにネウスと呼ばれるようなロジックが出てきたりしました。でさらに去年皆様もお試しになった方もいらっしゃると思いますけれども、ガウシアンスプラッティングという、こういったまた新しい手法が出てきました。そして、今年はですね、さらに 3D の、ジェネレーションもかなり精度を上げてきておりますし、それから 4D の、推測なんかもできるようになってきたので、2020年以降非常に学術的には盛り上がっている分野であります。はい、で、そうですね、まず2020年のお話をする前に、もともと学術的にあった技術というのをご紹介したいんですけれども、これマルチビューステレオと呼ばれる一番今の技術の基礎になっている考え方で、こう周りに写真がいっぱい、写真をこう周りからずっと撮ってあげると、三角錐量のロジックでですね、このピクセル、この写真に写っているこのピクセルのこの点とこっち側にある写真のこの点ってきっと同じだよねっていうのを、推測してあげて、それをつなげていくような仕組みです。でそうするとですね、同じ場所同じ点を写しているんだけれども、
写した角度によってこう反射してしまうと、あの同じ黒色だったはずなんだけど、黒色にこう光が当たっている部分があると、ある角度から見るとその点が白に見えちゃったりすると、あれここって黒なんだっけ白なんだっけってなってしまって、そうするとあのモデルが崩れてしまう、あの新しい、正しい推論結果が出せないっていうことになっちゃうので、なのでまあ反射に弱いあのアルゴリズムだというふうに言われておりました。でもここはあの根本的には解決してないんですけれども、まあ、少しずつは良くなっているというような状態です。で逆レンダリングもあの、はい、スキームとしては出てきておりまして、まあ、あのそうですね、こう勾配効果法っていうあの AI の、 あの、推論の仕方があるんですけれども、まあ、これを使ってより深いネットワークであの 3D データを再現していくという、ここのアルゴリズムが、出てきております。でこれを使った方法として、まあ、画期的な論文だねというふうに言われたのが2020年、ここであの 3D データのその画像処理とそれからあの AI ですね、深層学習 の、 あのアルゴリズムがまあ出会ったという部分だと思います。これであの先ほどご紹介した、まあ、単にピクセル値をあの、マッチングしていくだけのアルゴリズムに比べて、まあ、かなりきれいなデータが作れるようになりました。はい、あれ、はい、で、ちょっとまあロジックのと、はい、でこれはまたあの別のロジックでもだんだんきれいになってきて、さっき の、まあ、あの、あまりこうなんですかね、物理的な根拠があるわけじゃなくて単にネットワークが深いっていうあのそういう推論の仕方だけではなくて、これは光学ですね、あの光の方の光学です。光の、あの性質を、まあ、うまく使ってあげて、あの光の光ってこういうふうに進むんだよねという仮定に基づいて、物理ベースっていうのはそういう意味です。あの物理的なあの、まあ、光学のその光の仮定に基づいて、まあ、こういう形であるとかこういう色なんじゃないかというふうにあの推論するような、まあ、そういうアルゴリズムです。これも出てきました。これがまあ同時だったということですね、はい。で、そういうアルゴリズムを、使ってあげると、この2つの、 あの違いが出てくるんですね。奥のアルゴリズムは、まあ、非常に古いアルゴリズムを使っている、車の 3D データです。そうするとこのあたりこう穴が開いてしまっているのがお分かりになるかと思います。こうちょっと波打っちゃってる感じがありますね。でここもあの何でしょう、 CG で描いたみたいにすっごくペターンとこう綺麗な形になってるわけじゃないです。あの若干は波打ってます。これはあの、動画をこうつなげて作ってるので。でも穴は開いてないです。でこれ穴がどうして開いちゃうかっていうと、その一つ一つの点に対してきっとこんな色でここに、何かこう、物体が、まあ、この場合合体ですね、あの鉄の板があるわけですけど、ここにきっと鉄の板あるよね、ここ点あるよねっていうふうに一個一個点を計算していくんですけど、計算がうまくいかなかったら分かりませんでしたってことになるんですね、その点に対して。そうすると分からないところの点は打てないから、分からない点がいっぱいあるとこういうふうに穴、結果的に穴が開いてしまうということになります。で波打っちゃうっていうのも同じようにこう、多分こんな形だと思うけど多分この辺に点があるんだよなって言って、その計算がちょっとばらつきがあるので結果的につなげてあげると、本当はまっすぐだったはずの場所に、まあ、が波打っているということになってしまいます。はい、なので、まあ、この違いですね、ここの計算を、まあ、どれだけ頑張れるかっていうところがあのアルゴリズムの違いになってきます。でここに関して、まあ、あの学術界でもあのどうやったらとにかくあの真実の値に近づけるかっていうところをあのみんなこういろんな処理を加えてあげることで、あるいはもうアーキテクチャ自体を変えていくことで、あのどうやって近づけるか、真実の値に近づけるかというところをひたすら競っているという状態でございます。はい、で、まあ、そうやって競い合ってたらですね、また新しいアルゴリズムが出てきまして、これガウシアンスプラッティングと呼ばれるあの仕組みです。これガウシアンスプラッティングのやっぱすごいところはですね、あの計算量がすごく少ないので、処理が
軽くて済む。なので私どもクラウドサービスでご提供してたりすると、データの処理をするのにクラウド の利用料が基本的に価格の根拠になってしまうんですけれども、処理がすごく早くて、なんならこのスマホででもですね、ギリギリこう処理ができちゃうぐらい の処理速度でできるというところなので、はい、なので非常に3D データがポピュラーになるきっかけになるんじゃないかなというふうに思っています。はい、で綺麗に実際再現ができるんですね。はい、これ、なんか風景写真みたいに見えると思うんですけど、これ再現された 3D データになってます。はい、ただこれ表現の方法としてですね、一つ一つの点だったりメッシュだったりっていうそういう表現方法ではなくて、なんかガスの塊みたいな点描画よりもっとふわふわしてますね、ガスの塊のような感じのデータセットになってます。なので 3D 空間の中でこのデータを見ると、撮影したところから見ると、綺麗に見えるんですけど、全然違う視点からこの 3D データを見たときに、前後関係全然合わないよねという状態になっていることはよくあります。これもこのアルゴリズム の特性ですので仕方ないんですけど、はい、そういった3D データを吐き出してくれるアルゴリズムになっております。はい、でここまで進んで、さらに先ほどご紹介したこの3つ目のさらに新しい方法というところで、テキストでしたり、はい、もっといわゆるジェネレーティブ AI と呼ばれる領域が出てきましたということで、ここはもう現データというかですね、私さっきのガウシャンスプロティングだったりナーフだったりっていうのは、単に現物があるものをどうやってデジタルで再現するかっていうことだけなんですけれども、ここからはもうなんかこうちょっとクリエイティブの領域に入ってくるわけですね。で例えば 2D の顔の画像から、ちょっと見にくいんですかね、こちら側は私のアバターができていまして、1枚の写真を上げれば 3D のアバターを自動で作ってくれる。だからこの私の顔写真っていうのはこれ前から撮った写真しか撮ってないので、実はどれぐらい横から見た時に鼻の高さがどれぐらいかとか、実はデータは全然持ってないんですね。でも前から見てこれぐらいだから、横から見たらきっとこんなもんだろうなっていうのを、ここはそこはもうクリエイトしてるんですが、はい、そういった形で3D データを作ってくれるようなアルゴリズムっていうのがどんどん入ってきています。でこれはだから人間の顔ってきっと前から見てこれぐらい のこういう顔だったらきっと鼻の高さってこれぐらいだろうっていうことを、十分に学習しているからこそ出力できる 3D データになっています。でこれがさらに学習データがどんどん増えてきていまして、ディフュージョンモデルで、はい、ノイズを加えるとですね、生成できるぞというのが広まってきました。でデータも増えてきたので、はい、これもうご覧になった方もいらっしゃると思いますけれども、テキストから 3D データっていうのができるようになってきました。でこれは、Google さんとかが開発されたようなものですけれども、テキストを入れると動物がどんどんできてくるというところですね。それからハギングフェイスという、有名なテキストから 3D ができるはい、クラウドサービスがありまして、例えばこれ私が入れてみたものなんですけれども、左側はですね、なんかサメとかシャチみたいに見えるんですけど、私が入れたテキストは、大きな鮭です。はい、で、そうですね。で右側はろうそくを立てたバースデーケーキです。なんとなくろうそく立ってる感じなんですけど、ちょっともやっともしてるっていう感じで、ここがやっぱりまだアルゴリズムとしての限界はあるのかなと。もっとだんだんくっきりできてくるし、鮭とサメの違いとかもだんだんできるようになってくるはずなんですけど、今これぐらいになってます。ちょっと少し前なんで、今日の時点だともう少し良くなってるかもしれないです。はい、
で、さらに、顔の、アバターとかもですね、左側のデータしかない場合に、ちょっとピエロ風にしてあげてくださいとか、ちょっとお年寄りな風にしてくださいとかっていうのも、これも当然、真実の値っていうのは持ってないので、何かの値に対して推論をしているわけじゃなくて、きっと、ピエロってこんなもんだよねっていうこと、こんな形だよねっていうのを最初から知っている、そういうネットワークがあって、そこにかけてあげると、左側の方がピエロ風になったらきっとこんな顔でしょっていうところで、もうジェネレートしてしまっているというところで、真実の値がない中でジェネレートしているようなデータになっています。はい。で、これを元にして私どもの方にもよくリクエストいただくのは、やっぱり 2D を 3D にしてほしい、線画の状態を 3D にしてほしい、それというお話です。で、こういったアニメーションとかキャラクターの線画っていっぱいあると思うんですけれども、これ 3D にしてほしいというのはできるようになっていきます。今でも実はできるんですけど、やっぱりこの左側のですね、線画が、矛盾なく描かれていることってあんまりなくて、実は前から見た髪型と横から見た髪型って矛盾してるよねっていうことはよくあります。それは線画として綺麗に描くために、やっぱりちょっとパースをかけたり、左側の足より右側の足を大きく描いた方が綺麗に見えるよねとか、そういう、イラストレーターさんのデザイナーさんのそのセンスみたいなのがあって、でそれをコンピューターとしてはかっこよく描くために、左の足と右側の足を違う大きさにしたんだなっていうことまではわからないので、そうすると 3D に変換したときに、そのままその足の大きさの違いみたいなのが出てきちゃったりするんですよね。で、それをもう一回いや本当はこれはかっこよく見せるために、かっこよくとか綺麗にとか可愛くとか見せるためにこういうふうに絵を描いてるんだけど、でも実際こう 3D のキャラクターにした時に左の足と右の足の大きさが違ったら困るんだよねっていうところを今度元に戻してあげなくちゃいけないっていうのが、そこが結構課題になったりしているので、そのあたりまたこう元に戻してあげる開発っていうのが必要になってくるかなと思います。はい。それから、はい、これも夢の技術ですねと製造業の企業様からお話をいただいていまして、実はだいぶできるようになってきました。左側の 2D の CAD を 3D にする、これ 2D の CAD の方は 2D の CAD で描けるし、 3D の CAD は 3D の CAD で描けるんですけど、 2D の CAD を 3D にするっていう、そういう技術を持ってらっしゃる CAD オペレーターさんです。あんまり世の中にいらっしゃらないので、はい、ここでお役に立てるところかなと思います。今ですね、そのネジ穴の溝の深さとかそういうのはできないんですけど、逆に言うと外形的なもの、外形的なこう形ですねはできるようになってきています。はい。で、さらにシークエンスの理解ということで 4D も作れるようになってきています。はい。あれ、はい、ひよこちゃん、あ、ごめんなさい、ひよこちゃんがこう、はい、動けるようになってきていると思いますけれども、こんな形で動けるようになります。はい。そうするとそうですね、なんかこう一つの 3D のデータ作っていただいた後にこうちょっと動きをつけてジェネレートできる、本当にその動きをして、しているっていう真実のデータがなかったとしても、きっとひよこってこんな風に動くよねとか、鳥ってこんな風に動くよねというのができるようになります。で、はい、もう一つ 4D のネタとしてお話をさせていただくと、遠隔臨場が、遠隔臨場ってですね、こう、何か例えば、スポーツの、スポーツの試合があった時に、これ当然 3D の、データというか人がですね、さらに、時間軸が加わって動いてるわけなんですけれども、これをそのままデジタルのデータで、リアルタイムで再現をすることができるようになります。なので、人ってこういう動きだよねっていうことをこう、通信のこうコマがあるので、こう動きがある程度連続なんですけど、完全にこう全部つながってない状態で送られてきたとしても、その間を埋めることができるので、3D データの再現が、3D データ
の空間のデータを、もう完全にこうデジタルのこのサッカーの試合っていうのをこっちで完全にこうデジタルツインを作ってあげることができるということになります。でこれができるとですね、サッカーがお好きな方だと、じゃあそろそろちょっとゴールが決まりそうだから、キーパーの前に立った視点で見てみたいなとか、ストライカーと一緒に走ってる感じでちょっと試合見たいなとか、そういう夢が叶うようになって、エンタメというかスポーツ の業界とかですね、あとエンターテインメントもそうなんですけど、非常に夢が広がる技術というふうに言われています。はい、今の時点ではですね、やっぱりこう置かなくちゃいけないカメラの数がちょっと大きすぎるっていうのと、通信の負担が大きすぎるっていうので、もう少しお待ちくださいという感じですけれども、一応学術的にはロジック的にはもうできる技術です。はい、で、こういったところまで技術的にはできるようになっていますよということで、じゃあ、社会実装を進んでいったら何が起きるんでしょうということです。 3D データってですね、よくこう、私どもも質問をいただいて、どの業界に一番適しているんですかと聞かれるんですけれども、動画を作らない会社ってないと思うんですね。今どんな企業様でも動画作ってらっしゃると思うんですけど、 3D データを作らない会社っていうのも個人もそうかもしれないですけど、将来的にはないと思います。なので全ての業界に入っていきますが、順番はあるよねというところで、今もうすでに 3D データを作っていらっしゃる製造業さんでしたり建設業さんが最初にあるんですけども、その後どんどん広がっていくんだろうなというふうに思っています。順番に簡単にご紹介していただければと思います。もう建設業さんはですね、すでに使っていらっしゃいますけれども、今は現状をこう再現するみたいなところなので、リノベーションとか改修の目的で使っていらっしゃいます。それから製造業様は、リバースエンジニアリングだったり、あるいは販促ですね、展示会に、全部のこう機械、大きな大型の機械持っていけないので、もう一番こうデジタルで お客様に見せようというようなニーズがあったりします。で、こういった物理的な制約を超えていくことができると、3D データ簡単にできてよかったねみたいな、ちょっと個数減ったねみたいな話じゃなくて、業務プロセス全体が DX ができるんですね。なので、そういった効果が、例えば出張行かなくていいよねとか、それから、部品間違えて発注しないでいいよねとか、そういったところで現物とか現地とかっていうのが行かなくていい、持っていなくても業務ができるというふうに、業務が変わっていきます。ここの部分ですね、ごめんなさい。はい、こういった形で業務プロセス自体が変わっていきます。で、それから、都市のデジタルツインでいろいろな災害のシミュレーションに使われていたりもしますし、医療もですね、今も使われてるんですね。3D の手術シミュレーションとか使われてますけれども、これって一つこう手で作った一つ その心臓のサンプルとか脳のサンプルとかではなくて、もう個人の症例にやっぱり使いたいっておっしゃっている医療関係者も出てきています。やっぱり臓器って当然個人差があるので、そういったものまでシミュレーションしていけるような時代っていうのが、はい、そんなに遠くない中で来てるんじゃないかと思います。で、これは全然また違うお話になりますけど、小売りですね、販促だったり、ECも3D で一部 Amazon がもう入れてますけれども、やっぱりくるくるしてこう見れると360度で見れると、これ買うかな、買おうかな、どうしようかなっていう判断に、はい、一つこう情報を加えてあげることができるというところです。ですし、AR なんかを入れてあげると、家具なんかはですね、はい、サイトにもう AR 入ってたりします。こういった便利さがあります。それから広告もですね、はい、クリック率が高まるとか、認知度が高まるというのはもう言われております。で、観光もそうですね、はい、インバウンドを狙った、バーチャルの観光って結構増えてますし、展示会も同じです。はい、ユニバーサルなアプローチということで、展示会とか美術館に来られない人たちもこういったものが見られます。
まあ、ゲーム、SNS は当然 ご存知の通りですし、まあ、3D のアートですね、NFT も 3D の方が売れるっていうお話もありますし、はい、理想の 3D がまあどんどんできるっていうところで、アートの業界も変わってくるかなと思っております。で、これはまあ私の、まあ、今までの、ご紹介って、まあ、若干バイアスがかかってて、3D の会社だからまあそういうふうに言うんだよねというふうに思われるかなとは思うんですけれども、で本当にそんな未来来るんですか、いつですかというふうに皆さん聞かれます。で そうですよねと、だけど、私が言ってるだけじゃなくて、一応世の中的にいくつか出てるんですよというのもご紹介したいと思います。一つはですね、技術的な波が来ていますということで、ハンディスキャナーかなりポピュラーになってきてますし、まあ、通信も普及してきてます。 3D データってやっぱり重いデータですので、通信が頑張ってくれないとなかなか皆さんのお手元に届かないんですけれども、まあ、そういったところができますし、もちろん 3D を見るためにやっぱり PC で見る、 PC とかスマホで見られるよりも、まあ、没入感ある形で見られる方が嬉しいので、まあ、そういった3D のグラスも出てきています。はい、そして今までここでご紹介したような 3D を AI で処理する技術、これも2020年から爆発的に伸びましたので、この波が全部来ているっていうのが今の時代だと思ってますので、ここから増えていくだろうなと思ってます。で、まあ、当然タイミングはあるものの、3D データが増えていくっていうのはこれ時代の不可逆な流れでして、例えば映画も想像していただいたら分かると思うんですけれども、まあ、1908年に初めて白黒のなんかパラパラ漫画みたいな映画が出たと言われてまして、そこからカラーだったり CG になったりフル CG が出てきてっていう歴史がありますけれども、まあ、今ではその 3D データを使うフォトリアルな CG って当たり前のように使われていて、なのでビジュアル素材、もちろんテキストだったり白黒の情報っていうのがなくなるわけではないんですけれども、ただ 3D が増えていくっていうのはこれはもう不可逆な流れなのかなと思います。で、まあ、実際はい、Google も Amazon も Facebook 様もメタですね、はい、皆さんこう 3D の画像が表示できるっていう、もう場所は皆さん使われてます。あまり知られてないんですけど、 PowerPoint に実は 3D データを埋め込むこともできるので、こう PowerPoint 上でプレゼンテーションしてぐるぐるできるっていう、はい、まあ、あるので、ぜひ使っていただければと思います。まあ、こんな形で 3D データが出ていく場所、見せる場所っていうのは非常に増えてきております。で、まあ、それを気づいてくださった日経さんもですね、世界を変える100の技術というところで3番目に出していただいております。介護ロボットと自動運転の次は 3D データというところですね。はい、なので、まあ、市場は非常に伸びていきますよということで、はい、こんな、伸びていく、はい、市場に対して、海外のビジネスも当然出てきております。で、私たちアルゴリズムの会社ですので、同じ論文を読んでいるなと思う海外の会社っていうのは分かるんですね。ホームページを見て、あの論文実装したから このサービス作ったんだなっていうのは大体分かるので、会ったことはないんですけど、非常に仲間のように思っておりまして、なのでちょっといくつかご紹介したいと思います。まずアバターのジェネレーターですね。これは割と最近この Google の AI アバタージェネレーターだけじゃなくて、いろいろな会社さんから出てきています。一つの顔写真を入れると、なんかモロッコ風だったりインド風だったり、なんかいろんなパイロットになれたり、まあ、いろんなバリエーションで自分のアバターを作ってくれるというサービスです。で、次はですね、カイディムさんというところで、2D 画像とかテキストを入れると、ローポリゴンなんですね。これちょっと見ていただくとわかると思うんですけど、まあ、アニメとか、簡単なゲームとかで、使えるようなデータになってます。こういうローポリのデータだったら、もう 3D データ作れるようになってきています。なので、まあ、こういうアセットを、作っていくような、会社さんは、これを、はい、このデータにだんだん使おうかなと思ってらっしゃるというふうに聞いてまして、まあ、日本の企業様でも、はい、関心を持ってらっしゃる企業様いらっしゃいます。
で、こちらはですね CSM さんという企業様で、まあ、先ほどのカイディムさんと似てますけれども、テキストから、まあ、ローポリ、そんなにこう精密ではないけれども、まあ、ゲームの背景になるような、はい、データでしたら作れるよというところで、はい、まあ、そういったサービスをリリースをされています。それから、ルーマー AI さん、ここも今ですね、テキストと画像から高画質の動画を生成されています。これちょっと動画になってないんですけど、出ないです。あ、出ましたね。はい、こんな感じで、一つこれ 3D でできてるんですね。なので、実際は入力のデータはテキストだったりするんですけど、まあ、いい感じでこの女性の服がこう風に煽られていたりとか、そうですね、こう蝶々が飛んでくれたりとか、はい、この男性がこう水の中でこう泡を出しているのが、まあ、ここ全部ジェネレーティブで作られているという感じです。なので、まあ、これを作って、これは 4D、技術のところでご紹介した 4D の技術ですね。ここまで使われていて、そうするとまあ、きっとこんな感じになるだろうなっていう、もう真実の値がどこにあるかわからないんですけれども、はい、未来を、まあ、想像するような動画を作ってくれるというところで、これもやっぱり映画業界さんですとか、ゲームの業界さんでは注目をされている技術になっています。こんな感じで最先端の、まあ、アルゴリズムの開発っていうのがサービスになってきているというところです。はい、はい、でまあ、これがですね進んでいくと、そうですね、で弊社の方でも 2D の図面を 3D にするというところがをやっています。そうするとですね、何が起きるかっていうと、まあ、こう技術3つお話しして、こう人力で作る方法、それから2番目が画像で、画像とか動画とか真実の値をもとにして生成する方法、それから3番目がもう真実の値はまあなかったとしても作る方法って、こう3段階ご紹介したと思うんですけど、3段階目のところまでできるようになると、01の設計だったりとか開発だったりとか、何かクリエイティブっていう01にまで関われることができるようになる。そうすると、まあ、私たちのというか、まあ、3D のその生成 AI のですね、この価値貢献っていうのが社会的に非常にさらに大きくなってくるんじゃないかなと思っています。はい、で、まあ、そうですね、まあ、こんなことが起きてくるとですね、本当に最初のお話に戻りますけれども、まあ、3D データが当たり前の時代っていうのは、まあ、人が限られた方が限られた方法で使っていたということではなくて、本当にこう誰もが手にしたい 3D というのを皆さんが作ることができる、欲しいだけ作ることができるっていう時代になります。で、その時にちなみに 3D データもともと専門だった方が仕事がなくなるみたいな話ってあるんですけど、そうではなくて、もっといい 3D データを作るにはどうしたらいいかっていうのは、やっぱりもともと専門であった方ではないとわからないことなので、その方々のお仕事っていうのはさらにこうちょっと何ですかね、クリエイティブというか、より、まあ、人間らしい仕事に近づいていくというかですね、量をこなすっていうより、もっと新しい 3D データを作るっていう方向に向かっていくんだと思います。で、まあ、山が高くなったので、裾野が広がって、3D データ、欲しいものを欲しいだけ作るっていうことが、その専門家じゃない方にもできるような時代になってくる。そうすると、最初に申し上げたような、私の理想の冬休みがすぐ、他の方に伝わる。まあ、自分の作りたい家がすぐに他の、家のデザインがすぐに他の方につながる。自分の、まあ、理想のソファーみたいなのがすぐに、他の方に伝えられるっていう、そういう理想に近づくことができる時代が来るんじゃないかなと思っています。今まで私たちはですね、何かこう目指しているもの、何か実現したいと思った時に、この私の理想ってこうなんだよねっていうことを人に伝えることにすごく時間をかけていて、その後作る時間っていうのがどうしても短くなりがちだったんですけど、もうそこに時間を
使う 時代ではなくなってきて、もう理想はすぐに伝わる。だからより良いものを作ろうということに時間をかけられる、そんな時代になるんじゃないかなと私は思っております。はい、今日のお話こちらでおしまいになります。ご清聴ありがとうございました。松田様、どうもありがとうございます。それでは本日のご講演に際し、日本映像処理研究会会長菊池様より記念の盾を贈呈させていただきたいと思います。どうぞお受け取りくださいませ。それでは本日の国際画像セミナー特別招待講演をこれにて終了とさせていただきます。松田様、今一度ありがとうございました。